はい、こんにちは、僕です。ペルソナ4やっていきましょう。このまま、ななこちゃんの救出に向かう予定だったんですけど、帰れるがなくなってしまったのでね、帰れる買ってきた方がいいのかなという感じなので、一度ね、街に戻りたいと思います。帰れるって買えるんだっけ？白く商店に売ってるんだっけな？ちょっと覚えてないんだよな。なので、とりあえずね、家に帰ってくる。ななこがいない。ななこがいないよ。野菜収穫するか。一人で。菜園の野菜はどれも立派に育っている。テトラコーンとマカラコーンね。そしたらね、今日は寝るしかないんだよな。おにぎりがある、食べてみようか。食べるしかないよな。どうなの？優しい味がした。畑か。じゃあ寝るか。そういえば今週は通販で買い物していない。あ、通販番組？しばらく見てないよね。そういえば。わしの目、いらないかな。メグロマグロ？八郎ダコ？何それ？そっちの方が気になるわ。いっぱいお金ある。メグロマグロセット。マグロとかあるんだね。魚のアイコンっていうことは魚なんでしょ。そしたら寝るか。11月7日。あ、月曜日か。平日だ。ということで、北極と南極は南極の方が寒いんだよ。寒いといえば、今年は寒くなるのが早いね。みんな厚着しないとダメだよ。あ、でもスカートの下にジャージは良くないよ。だってね、足もね、見えなくて、ね。いや、冗談。制服はきちんと着ようってだけ、ね。はい、話を戻すよ。南極についてちょっと問題出してみようか。寒くても前を閉めない僕くん。あ、閉めないな、確かに。南極はどの国のものだと思う？南極はどの国のもの？いや、そんなの聞いたことないな。どこの国のものでもない。よく知ってたね。さすが。そうだよ。南極はどこの国のものでもないんだ。1961年に発行した南極条約で、南緯60度以南の領有権の主張は凍結されてるの。ちなみにね、北極もね、どこの国のものでもないんだよ。ね。北極にはそもそも陸地がないから海に氷が浮いているだけってわけ。じゃあ資料集開いて。次の範囲はね。選んだ答えは正解だったようだ。知識が高まったぞ。じゃあ放課後ね。放課後、待って、結構ね、クエストアイテム手に入ってるんじゃないかな。それもね、ちょっと片付けられるものは片付けていきたいんだけど。ああ、ダメなんだ。レアメタル。レアメタルというものが必要なんですね。あら、何それ。覚えてるわよ。ちゃんと持ってきてくれてありがとうね。水晶玉。すごいわね。占いもできそうじゃない。今から帰って占いの勉強しようかしら。あ、これはお礼よ。わざわざありがとうね。3万5千円も。教師から。やべ、教師からそんな大金いただけるの。あ、これは手に入ってないのか。意外とクエスト用のアイテム手に入ってないのかな。あのさ、ビフテキって好き？好き。あんまり食べない方がいいかもよ。ここだけの話、変な噂流れてるんだ。ビフテキは偽造だとかなんとか。根っこの証、渡せた。あ、これ。ありがとうございます。これでパパ元気になるかな。いつもごめんなさい。なんだか頼りっぱなしだよね。これ、俺、ママからもありがとうって。風呂敷に包まれた宝玉。風呂敷に包まれた宝玉いただきました。そんなところかな、学校は。街に出て行こうじゃん。お引越しの準備があるから早く帰ってねって言われるの。新しいところは楽しみだけど、やっぱりちょっと寂しいな。だから、ちょっと家に帰りたくないんだ。あ、お兄ちゃん、どうだった？伝わってた？え、ヒントを言ったって？もうそれじゃダメじゃん。でもヒントを聞いたんだよね。触ってなかったのかな。あ、でもね、手伝ってくれてありがとう。俺、ドクダミちゃん。何が悪かったのかな。また試してみないと。テレパシー実験の依頼ね。お願いした皿だけど、なかなかいいのがなくてさ。おしゃれな受け皿。天秤が持ってそう。大人な感じの場所。
大だらに行く前にちょっと白く商店に行きたいかな。ん？新作？これ。味方全体の HP を400回復する。高いな。HP 最大で、半音孔ね。待って、よかった。カエレール売ってるよね。全くなくてね、カエレールが。ここぐらい持っとけばいいかな。ほんで、ちょっとこのマカの葉っていうのも2個ぐらい買っとこうか。ある程度ね、こういったものも買い揃えておかないといざという時困るんだろうな。じゃあ、大だらね、来ました。売却していこう。99,000。どうせね、この30万。どうせすぐなくなるんですよ、こんなお金。よし。じゃあね、まずはね、ナオト君の防具なんだよな。何がいいかな。ミトスローブ。選ばれし者に与えられる方位。神の言葉が織り込まれている。特殊効果は特にないんですね。であれば、この一番高いやつでいいかな。竜輪だって。竜輪。幾枚も金属を重ね合わせ、竜の鱗、さながらに仕立てた鎧。回避率が下がるんだけど、防御力上がるんだよな。もしくはハリケーンジャケット。疾風ダメージを2割減少。そういう効果がある。悩むな。ハリケーンジャケットの方が良くない？ちょっとハリケーンジャケット着よう。ガル系のね、魔法が若干耐性がつくという感じで。あとの二人はミトスローブでいいかな。確定だな。で、あとナオト君の武器ね。こっちの方が強い。命中率が若干上がる。秘密結社ラボの一番てっぺんでね、拾ったこのアルジャーノンっていう銃ね。こっちの方が強いんだな。全パラメータ5アップ。命中がね、3上がるぐらいではそんなに変わらないと思うんだよな。買う必要ないんか。いや、そんなところか。まあ、強いて買うとしたら主人公のこれかな。日本刀。これ買っとこう。そしてじゃあ、ナオト君もね、装備が整いましたので、一旦いいかな、向かってしまって。またテレビの中に。特に何もないかな、街の中には。ガスマスクを買う者はいるわ。街を出ようとする者はいるわ。なんでこんなことになってしまったんじゃ？嘆かわしい。あ、持ってた。極上の石炭。おお。こんなええ石炭初めて見たわい。おお。落つとじんわりあったかい気がするくらいじゃ。ありがとうな、坊主。おかげで最高のサウナに入れそうじゃ。石炭もそうじゃが、ちょっと手を稼い。4万円を無理やり握らされた。野暮かもしれんが、わしにできるのはこんくらいじゃからな。坊主、ありがとうよ。クリアした。じゃあね、まだクリアできてないクエストも結構あるんだけど、もう一回行かなきゃダメかな。相変わらずね、この子は女の子に囲まれてるよな。翔太くん、はっきり言って、まゆとるみちゃんどっちがいいの？そうだよ、今度の遠足のバス、どっちと座るつもり？友達と座りたい。なんで？翔太くん給食の時、まゆの嫌いなレバー食べてくれたじゃん。帰りたいな。はい。エマの依頼受けないと、それもやらないとな、周りに人がいない時を見計らって、狐を呼ぶことにした。なんだかんだ、狐のね、コミュランクも上がってきてるからな。男性らしい汚い字で書かれている。あれが怖い。でも慣れないと困る。書くのも嫌なあれ。猫です。猫？どうやら狐の代わりにエマの願いを叶えてほしいような。わかりました。男性ね、猫になれたい。念のためね、ジュネスの様子も見ておこう。あ、足立はいないんですね。サメ川か、サメ川河川敷。一通りね、ぐるっと回ってから、テレビに行きたいかな。あ、消えないランプを渡した。これは？でも本当に消えないんだね。かといって電気でもないし。いや、すまない。こんなすごいものを持ってきてくれるとは思ってなくてね。どう考えても釣り合わないんだが、とりあえず受け取ってくれないか？ 3 万円。金やたらもらえるな。いくら？ 19 万。19万になりました。他には？この人は？みよこさん。あ、疲れちゃった。あはは、いいじゃないか。誰だって好きな人のことを考えて、デレデレするだろ。あ、僕結婚するんだ。何の話？男性はなぜか憂鬱そうだ。くそ、あいつさえ邪魔しなければ。あいつだよ、決まってるだろ。この人が依頼の人？山の人ね。恐ろしいケメクジャラの、ね、
ああ、怖い怖い。猫。ギャ、言うなったら、男性は身震いしている。この男性が狐に見せられた絵馬を描いたのだろうか。確か猫になれたらしいが、泣き方とか全部怖いんだよ。なのに美代子さんは絶対、猫を飼うって、じゃないと結婚しないって。なんて試練だ、美代子さん。この男性の猫嫌いを克服するにはどうしたらいいだろう。どうしようかな。猫を連れてくる。猫の真似をする。猫の良さを話す。良さから話してみようか。やめてくれ。目的は何だ？金か？金ならやるから向こう行って。ダメなんだ。ああ、選べるんだ。猫の真似をする。やめてくれ。ダメじゃね？猫を連れてくる。なんか一切受け付けてくれないんだけど。ダメだな。今日も奥さんはお商売。今日も僕は一人で散歩。ああ、こうやって漫然と過ごしてても進歩のない日々。何か始めてみようかな。君も何かして出会いとかあった？あった。そっか、やっぱりね。羨ましいな。いい出会いをしたんだね。うろうろしていたらすごい時間経ってる。お兄ちゃん、お母さんにね、怒られちゃった。霧が危ないから、あんまり外に出るなって。それに、もう引っ越しだからって。リーフポシェットって見つかった？あ、なんか、クエスト受けてたのか。こんなところかな、じゃあ。一度沖縄市にも行っておきたい。やばいな、ほんと。今回ね、すぐテレビに戻りたいんだけど、ブラブラしているだけですんごい時間経ってるな。新作入荷のご案内。鬼刑事ルック。渋みの効いたベテラン刑事の雰囲気で、推しのハートもわしづかみ。誰が着れるの？ナオトくんの。ナオトくんのね、衣装が欲しいんだけど、ないですね。水着とかないの？泣く子も黙る法の番人。稲葉書きっての鬼刑事を模した衣服、タバコ型の駄菓子もついてます。まあ、道島さんみたいな服になるのかな？いや、気になるけどさ。ナオトくんの衣装が欲しいんだけどな。じゃあそんなところにして、まあ、テレビにね、また向かっていきたいと思います。じゃあね、第8点からの再開ですね。10階層であれば、あと2階階段を上がればね、たどり着くんじゃないかと思うんだけど。何階まであるんだろう。よし。階段見っけ。いや、これでね、第9点。怖いよ。どこにいるのお母さん。つけてお父さん。聞こえる。七子ちゃんの声。すぐ先だよ、先輩。うん。ないのか。じゃあ10点で終わりかな、やっぱり。特にここまでね、何か変わったことはないので、ひたすらね、シャドウを倒しながら進んでいるという感じ。友人の瞳。友人の瞳って何ですかね？アクセサリー。疾風属性攻撃に対する回避率が大幅に上昇する。疾風弱点は今のメンバーにはいないからいいかな。階段がありました。階段見っけ。じゃあこれで10点までいける？ついたっぽいですね、これは。いた。アナコちゃん、この向こうにいるよ。扉。いや、ちょっと待って、一旦帰ってセールはしておきたいんですよね。カエレールを使って。回復はする必要ないかな。くらいの回復だといくらぐらい ?6330 円か。まあ、安いから回復しておこうかな。回復して、ちょっとね、一旦今回はここで終わりにしたいと思います。何かペルソナ作る必要ないかな。あ、レベル64になったことによって、作りたいペルソナがいるんだ。ユベレ。コミュランク7か。恋愛か。理性のコミュランクが上がる。どうしようかな。もうちょっとね、素材の悪魔じゃないな。素材のペルソナのレベルが上がったら作ろうかな。一旦今はいいや。はい、じゃあここからはちょっと別撮りとなっております。ちょっと尺が全然ね、短くなってしまったので、追加でね、続きをやっていきたいと思いますね。第10点から再開する。来ましたね。特に準備することはないかな。入っていきますか。扉を開けて中に入りま、開くんだよね。大丈夫だよね。あ、よかった、開いた。今回特に鍵が必要とかっていうことはなかったですね。あ、いる。いるわ、二人とも。お兄ちゃん。七子。行っちゃダメだ。行っちゃダメだ。
生ためか。七子を話せ。何が望みだ。七子を話せ。この子は僕が救うんだ。生ため太郎。間違いない。この男です。間違いない。やっぱり中に。中にいたんだね。あの車の周りにはいませんでしたもんね。事故が起きてすぐにテレビの中に入ったんですかね。お前が犯人か。ああ。七子ちゃんを離して。僕が救った奴らだ。この子も救ってあげる。救ったっていう風に思ってるんですね。幹事やユキコたちのこと。あ？だこいつ。何言ってんのか。わけのわかんねえごたく吐いてんじゃねえ。さっさとその子話しやがれ。近づくな。ナナコちゃん。ナナコ。君落ち着いて。彼は何をするかわからない。ナナコから離れろよ。今は冷静に話をすべきです。彼の目的がわかればうまく対応できるかも。目的って何ですかね。ナナコが危ない。慎重に話をしよう。目的は何だ。真夜中テレビとは何だ。ナナコを話せ。目的は何だ。救い。ナナコが危ない。慎重に話をしよう。真夜中テレビとは何だ。救いを求めてる人が映る。救いを求めてる人が映る。だから僕がその人をテレビに入れる。慎重にね。ナナコを離せ。ダメです。気をそらして。気をそらす。あなたは真夜中テレビを見て、そこに映った人をここに入れたんですね。みんな救いを求めてる。あんたに救ってほしいなんて頼んだ覚えないけど。てか救われた覚えもな。真逆だろうが、畜生。僕がテレビに入れなかったら君たちどうしてた。どうって、自分と向き合えずにいたってこと言いたいの。へえ。そんな、死ぬところだったのよ。そうだね。お前が誘拐した。それで間違いないな。そうだ。メディアで注目を浴びた地元の人間ばかりを狙うのはなぜですか。あ、待って、緑色のジャージじゃないですか。よく見たら、あ、文化祭というかバンドの時か。あのバンドの時にチラチラ見えていた緑色のジャージって生ためだったんだ。なぜそういった人たちが真夜中テレビに映るんですか。雨の夜のテレビ、僕に助けてほしいと合図だ。さっきから救う救うって、殺すことがお前の言う救いだってのか。殺す、違う、救いだ。どこがだ。お前がやってんのは人殺しだ。そう思いたければ思えばいい。こんなところまで追いかけてきやがって。知ってるよ、お前ら殺す気だ。残念だったな。この子は僕が救うんだ。全然会話にならないぞ。おい、七子から離れろ。大概にしやがれ。うるさい、黙れ。ん？ペルソナ？素晴らしい世界だ。え、シャドウだ。シャドウの生ためだった。心地よい気に見つからない場所。俺は救世主だ。あっちは汚い、悪い奴らがたくさんいる。だから俺が救うんだ。俺は救世主、正義のヒーローだ。あれはシャドウ。シャドウだよね。本物の生ためじゃない。シオ、お兄ちゃん、ナナちゃん。シャドウナナコもいないよね。頼むぜ。
あ、はいはい。だらーだらあ、ナイスだ。先輩ナイスだ。ななちゃん、ななこちゃん、あ、飛ばしちゃった。マジ許さない許さない。その子返せ。その子は俺が、俺が好きや。生ためと戦うのか今回は。シャドウ生ため。